住宅ローンアナリスト、もげさことモゲチック塩沢です。本日のテーマはこちら。金利上昇シナリオ30個。変動 VS 固定と比較はこれで完璧。これについてお伝えしたいなと思います。よくですね、Twitter とかあと YouTube のコメントでこのようなですね、意見をいただきます。どうもありがとうございます。金利上昇シナリオですね、恣意的なんじゃないかと。変動を優位に置いてるんではないかというふうな、そういったご指摘ですとか、あと金利上昇時ですね、毎月返済額は家計に耐えられる、そういった水準なのかですとか、もっと金利が上がったら変動とこでどっちが有利なんだ、みたいなご意見というのをいただきますと。違うシミュレーションだったら違う結果だろう、みたいな。みたいなご指摘をいただいてしまうのかなと。なので今回はですね、そういった幅広い声に応えるためにシナリオを30個用意しましたと。ですので皆さんの感覚に近いなというものを選んでいただいて、固定にするのか変動にするのかっていうご判断に活用いただければなと思っております。本日はですね、この3つですね、金利上昇シナリオの考え方、シミュレーション結果、そして資産運用も加味した結果、この3つお伝えしたいなと思います。トピックの1つ目、金利上昇シナリオの考え方です。前提として景気サイクル、これはですね、しっかり踏まえると、景気がいい時も悪い時もあるし、いい時は高金利、悪い時は低金利やりますよと。固定か変動か、これを選ぶ際の指標としては2つですね。35年間の金利総額というところと、加えてですね、毎月返済額がどれくらい上がるかというところ、こういったところもですね、加味して判断するというふうに決めたいなと思います。こちらの動画で解説してるんですけども、景気サイクルを踏まえた金利上昇シナリオ、こういったものではなくて、こちらですね、蛇のような形ですけども、上がったり下がったりしながら35年間が経過するっていう、これが一番実態に近いんではないかなと。30個ですね、シナリオ用意するっていうところですけれども、どこの要素を変化させるかなんですけれども、一つはですね、金利の上昇幅がどれくらいかっていうところ、二つ目がですね、高金利の期間がどれくらい長いかっていう、この二つをですね、要素としてシナリオを作っていきたいなと思いますと。スタートはですね、 0.5% から開始して、3年後からこうガーッと上がると。低金利時代はですね、マイナス金利はならないかなと思ってますので、変動金利もですね、 0.75% ぐらいになるだろうという前提で置いてます。シナリオですけれども、こちらのパターンを用意しておりまして、金利上昇はですね、6パターンですね。今よりもプラス 0.5 からですね、最高はですね、プラス 3.0 まで。高金利の期間というところは 20% という、あまり高金利期間がないというところからですね、 80% というほとんど高金利ですみたいな、 6×5 の30パターンというのを用意しました。ですのでイメージですけれども、金利上昇がプラス 2%、 高金利が 20% というと、こういった形となります。金利上昇が 3%、 高金利が 80% という形になると、このような形になりまして、今のでこうイメージがついたかなと思います。ではトピックの2つ目、シミュレーション結果です。まず前提として、元本3500万円、固定金利 1.86、 こちらのですね、前提ですると、総返済額、これが1265万円となります。毎月返済額は11万3000円ですと。この1265と11万3000円、この2つはですね、ちょっと覚えていただければなと思います。これとの比較となります。次にですね、変動金利、これが 0.5% なんですけれども、ずっと続けばですね、総返済額は316万円、毎月返済額は 9.1 万円となります。これをベースにですね、先ほど申し上げた30個のシナリオっていうところですね、シミュレーションしてみた結果がこちらとなっておりまして、35年間の金利支払い総額となってますと。まず縦軸がですね、金利の上昇幅ですね、左上が 0.5% しか上がらなかった場合、一番下が 3% 上がった場合と、横軸が高金利の期間っていうところで、 20% というあまり高金利の期間がないという状況から、 80% というずっと高金利みたいな、そういった形で30個のシナリオを作りました。そうなるとですね、赤いところが固定金利の総返済額1265万円よりも低いところですと。なのでこういった領域がですね、固定変動どっちかっていうと変動の方が勝つという、そういった形なんですね。黒のところはですね、変動の方が固定よりも金利の支払いが高くなってしまうというところですので、ここは変動が負けているという形となります。続いてですね、毎月の返済額の最高値っていうところですけれども、金利がですね、一時的にバーンと上がると、毎月返済額も一時的ではありますけど、バーンと上がっちゃうと。そうなると家計的には困るっていう方、この返済額っていうところも見ていただいた方がいいかなと思いますと。こちらもですね、先ほどの縦軸横軸っていうところは一緒でして、赤がですね、毎月返済額が一番高い時だったとしても、変動の方がですね、固定よりも低いという、そういった状況です。オレンジのところありますね、これはプラス 1.5% 金利が上がったタイミングですけれども、11万4000円という形でほぼほぼ一緒という形となります。 2% 以上上がるとですね、さすがに変動金利の方が毎月返済額はですね、高くなる瞬間というのがありまして、変動と固定比較すると変動は負けるという形となります。なおこちらの動画でですね、以前解説したんですけれども、実際どれぐらい金利の上昇幅と高金利の期間を見ればいいかというところなんですけれども、こちらのスライドのある通りですね、従来日本というのは利上げから利上げまでのサイクルっていうのがですね、10年ぐらい、利上げの期間というのは 1.5 年ぐらいしかなかったんですよ。ただ今後はね、金利のある世界っていうところになるかもしれないっていうところを踏まえると、利上げのサイクルっていうのは7年で、利上げされてる期間っていうのは3年ぐらいというふうに考えてもいいのかなと。利上げ幅ですけれども、以前はね、0.5% ぐらいしか上がったことなかった国なんですけれども、コンサバに見て 2% というところを見とけばいいんではないかなと思います。そうするとですね、先ほどのスライドで言いますと、この赤く枠で囲ってるところが、私が考えるリスクシナリオというところですと。一般的にはこの水色っていうところ、ここになるんじゃないかなというふうに私自身は考えています。毎月返済額はこのようになっておりまして、以上を踏まえるとですね、総返済額も毎月返済額も両方もですね、変動金利というところでいいんではないかというのが私の意見というところとなります。
ではトピック3つ目、資産運用も加味するとどうなるか。こちらのですね動画で以前もお伝えしてるんですけども、変動金利を借りるんだったらちゃんと資産運用ですね、毎月の積み立て投資もやってくださいと。イメージとしては固定と変動の毎月返済額の差ですね、これを S&P500 とか日経平均とかそういったところに積み立てることによって大きなリターンを得られると。そちらの方が固定金利を借りるよりは有利だっていう、そういった話をですねさせていただきます。ですので実際にそれをやってみたシミュレーションっていうのも今日お見せしたいなと思います。こちらにある通りですね、毎月113,000、これが固定金利の返済額になりますけれども、これを上限にですね住宅ローンと資産運用をセットでやるという、そういったシミュレーションをやってみます。赤いところがですね資産運用になりまして、ここは毎年 2% で運用するというふうに前提を置きます。もし金利が急上昇して、この水色の部分住宅ローンですけれども、これから上に上がっていくと毎月の運用額っていうのも減っていくと。あるタイミングでですね11万3000円以上にですね毎月の住宅ローンの返済額が増えちゃった場合は、資産運用はそもそも積み立てませんと。むしろ過去分の積み立てた額を取り崩していくと、11万3000円以下になるようにするという、そういったですね運用をしたと。その場合にどうなるかっていうところを計算してみたいと思います。まずですね資産運用の効果がどれぐらいあるかっていうところなんですけれども、こちらとなってまして、この計算の方法はですね35年後の残高がどうなってるかっていうところと、期中に取り崩した金額ですね、住宅ローン金利がバーンと上がったので途中で残高をですね取り崩して支払った額、この2つを合算したものをですね資産運用の効果というふうに定義してるんですけども、これがどうなるかというところですけれども、左上の方になればなるほど金利上昇も上昇幅もちっちゃいですし、高金利の時代も短いのでしっかりと積み立てられることができると。なので1131万円という形で資産運用効果が非常に大きいですと。右下になればなるほどですね積み立てられる額っていうのもちっちゃくなるので、 3% の上昇、 80% の高金利時代があるという前提ですと117万円しか資産運用効果がないという形となります。次にですね金利支払いですね、これと資産運用効果合算するとどうなるかというところを計算したのがこちらとなっております。こう見るとですねマイナスっていう数字もあるんですね。例えば左上ですとマイナス642万円と、これ何かというと金利の支払いよりも資産運用効果の方が大きいんですよ。なので変動プラス資産運用だと逆に儲かってるっていう、そういった状況なんですね。これがですね徐々に右下になればなるほど資産運用効果というのはちっちゃくなってきて、いずれですねゼロになりプラスになり、右下になるとですね固定金利の1265万円よりも大きくなるので黒になるという、こういったことが見てております。ここから言えること何かというと、ほとんどのシナリオで変動金利と資産運用このセットですよね、これというのは固定金利に勝つということなんですよ。こんだけですね資産運用の効果って大きいんですよね。ですので毎月返済額の少ない変動金利で早いうちに運用してですね、それでですね積み立て資産を作るっていうところ、これの威力が結構大きいんですね。仮に金利の上昇幅が 5% までなった時にどうなるかっていうところを計算したのがこちらとなりますと、 3.5%、4%、4.5%、5% っていう形で、 5% となるとね変動金利にすると 6% 近い金利になるんですけども、そうなった時はですねさすがに固定金利の方が勝つというふうにはなるんですけれども、ただですね以前の別の動画でもお伝えしましたけれども、アメリカ並みの高金利になるかっていうところはですね非現実的かなと。先日の日銀の植田総裁もですねマイナス金利解除したとしても、当面はですね極めて緩和的な金融環境が続くというふうにおっしゃってましたので、こういったですね 4%5% というところは考えづらいかなとは思います。続いて毎月の返済額ですね、これの一番高くなった時はどれぐらいの返済額を毎月支払うことになるのかというところなんですけれども、資産運用効果っていうところ、もし11万3000円よりも高くなったら今までの積み立て部分ですね、投資部分っていうのを取り崩して返すという、こういったことをやるとですねこのようになっておりまして、ほとんどがですね固定金利の11万3000円以下となりますと。だからほとんど赤ですよね。金利上昇幅が高い、もしくは高金利の時代が長いとなるとですね黒になりまして、固定金利よりもですね毎月3万円より高くなるっていう時代がいくつかあるっていう形になります。ここから言えること何かなんですけれども、先ほどの35年間の総返済額と一緒でですね、ほとんどのシナリオで金利上昇時であったとしても固定金利と同じ返済額に維持することができるというふうに結論付けられます。あともう一つですね、毎月返済額が固定金利よりも高くなるような月数が35年間420ヶ月の間で実際何ヶ月間あるのかっていうところ、これをまとめたのがこちらのスライドでして、ほとんどがねゼロになるんですよ。高くても11万3000円できると。右下になると200ヶ月とか半分ぐらいが固定金利は高いという形になっちゃうんですけれども、ただですねほとんどのところでですね月数がゼロっていうところもありますし、仮にですね金利が上がったとしても100ヶ月とか60ヶ月という形でですね420ヶ月全体に占める割合っていうのもそこまでは高くないのかなとは思います。以上を踏まえるとですね、このような結果となる根本的な理由というところもですね今日ちょっと皆さんにお伝えしたいなと思うんですけれども、3つありまして、1つが変動と固定の金利差、これが大きいんですよ。実際ですねやっぱり変動金利っていうのは住宅ローン競争というところで貸し出し先に乏しいので、どんどん金利を下げようという銀行側の意識っていうところですとか、ウェブで金利がガラス張りになっているので価格競争に巻き込まれてしまうですとか、そういったところからですねなかなかやっぱり変動金利っていうのは構造的にも低金利が続くという状況なんですよね。加えてですね固定金利、これは長期金利と連動しますけれども、米国の大幅利上げ、これがまだ続いていると、こういったですね状況から変動と固定の金利差が大きいと、ゆえにですね資産運用も加味すると先ほどお見せしたですね結果の通りですね変動金利が勝つという形にな
になるかなと。加えてですね、日本の大幅利上げですね、金融引き締め目的の利上げっていうのがですね、非現実的であるっていうところも先ほどの結果になる原因かなと思います。最後に投資、この力ですよね。今金利差っていうのが非常に大きいですよね、変動と固定。その間にですね、しっかりと資産運用の積み立てのアセットを作ってですね、大きく育てるっていうところ、ここのインパクトは相当大きいんですよ。なのでここっていうところがですね、大きいがゆえに資産運用を加味した結果っていうところはほとんどの場合で変動で勝つという、そういったことになるかなと。ちなみにですけれども、私資産運用の利回りですね 2% でやってますけれども、本当はねもっとね高いと思う。 2% でね結構ねコンサバの方だと思っていて、 4% とかね 5% くらいで回るっていうふうに考えてもいいんじゃないかなとは思います。なのでそんだけコンサバな結果であったとしても変動の方が勝つっていうところ、これが大きなメッセージかなと思います。以上まとめると、変動金利プラス資産運用、これはマストですね、絶対もうやってくださいというところですと。固定金利を支払っているつもりで運用する、これはですね非常にこう分かりやすくていいかなと思いますと。大半のシナリオ、これでですね金利増額プラス資産運用の効果っていうのは固定金利よりも勝ちますと。金利上昇時の毎月返済額もですね固定金利と同程度に抑えることができるというところ、これがですね本日のまとめとなります。以上ですね30個のシナリオございましたけれども、ご満足いただけましたでしょうか。本日の動画はいかがでしたか。よろしければ動画のいいねとチャンネル登録と、あと感想ですねコメントにいただけると嬉しいです。ぜひモグチェックの住宅ローン診断サービス試してみてください。ご自身の情報を入力するとモグチェックが最適な住宅ローンを無料で診断します。各銀行の金利条件と融資承認確率を確認できます。チャット相談もできます。全部無料です。リンクと解説動画は動画概要欄にあります。モグチェック公式 LINE も貼り付けておきます。こちらの登録もお願いします。ぜひモグチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。モゲモゲー。